島 RCC ラジオのスタジオからですね、山のすすめ、山に親しみ、山に学び、山っていい、山と生きるというテーマで番組をお送りしております。はい。まあ、山に学ぶことはたくさんあると思うんですけども、清水さんは先ほど紹介しましたイザナミのお墓がある芝山、はい、これを勉強会とかもされてらっしゃる。勉強会というか、そうですね、現地の芝山を案内されるようなガイドの方の養成講座の講座を、今日もそれをやってきたわけなんですけれども、今日も、はい、芝山っていうのは広島県庄原市と島根県奥入部津町にまたがってる。そうですね、ちょうど県境になっている。これ実際私たちは熊野神社の長老滝までさっきね聞いたのも伝えましたけども、はい、その熊野神社から山頂までって大体歩いてどのくらいですか。どうですかね、やっぱり1時間半以上ぐらいはかかると思います。そんなもんなんですか。そうですね、長老滝まで30分ぐらいだったんですね。30分ぐらいですね、はい、熊野神社そうですね、あと1時間ぐらいで、というかですね、トータルで熊野神社からその檜原のてっぺんまでは、2時間ぐらい、これ山頂に上がると、イザナミのお墓がある、円丘っていうかですね、その円の丘と書いてですね、ちょっとその膨らんだような形なんですけれども、こんもりとしたですね、森があってですね、その中にそのちょっと大きい岩がですね、いくつか配置されてるっていうですね、ちょっと空気が違いますね。あ、そうですか、やっぱり。その岩は天狗が運んだんですか。シンクスとかいいですね。ファンタジー、ファンタジー。山頂に岩が、山頂に岩が。今はもうもちろん入れないようにはなって、そうですね、しめ縄っていうかですね、そういうのがあって、中には入れない。ちょっと行ってみたいね。他にもね、いろいろ山にはですね、伝説とかいろんなことがあるんですけども、これからちょっと紹介するのはですね、広島県は宮島でございまして、宮島といいますと三線という山がありまして、はい、そこにですね、合戦の歴史があるんで、それをちょっと紹介しましょう。厳島合戦、西暦1555年10月1日、毛利元就と末春方の両軍が3万5000の大軍を挙げて戦った日本三奇襲戦の一つ。1553年、末春方は主君大内義隆に反旗を翻します。逆進末春方を討伐する勅命を受け、兵を挙げた毛利元就は末軍を次々と破りました。しかし兵力的には圧倒的不利な毛利軍、そこで奇襲戦を図りました。狭い宮島に末軍を集結させるため、島北部の宮の尾に城を築き、末軍をおびき寄せました。1555年10月1日未明、末軍の2万の兵に対し、毛利軍3500の兵は暴風雨の荒れ狂う海の中、宮島の東北岸にある堤ヶ浦に上陸。暗闇の中山を登り、背後の尾根である博打尾を越え、一気に末軍の本陣に攻め下りました。末軍は慌てふためき、春方は大江の浦まで逃げましたが、船は一隻もなく、もうこれまでかと覚悟を決め、何を惜しみ何を恨みんもとよりも、このありさまの定まれる身にという自省の歌を残して自信しました。宮島にはこの三線にまつわるですね、厳島合戦があるんですけども、まあ皆さんも宮島来られたらね、ロープウェイでその三線の途中まで来てね、そこから歩いてこう三線に登られたことあると思いますけど、はい、ここもちょっと変わった山ですよね。そうですね、先ほどもそのリスナーの方から、はい、三線っていう名前がリスナーにある、はい、この宮島の三線もそうなんですけど、まあ、全国各地に三線っていう名前の付く山があるんですけど、はい、この三線と付く山はですね、必ず山岳修験道の山ではあるんですよ。宮島も山岳修験道、山岳修験道、山岳修験道のいわゆる、まあ、政治的な場所。そうなんですか。そ、先ほどのね、そのリスナーの出雲でしたっけ、はい、出雲にもその三線っていう、そこもおそらく山岳修験道の場所であったはずだと思いますね。だから結構ね、島の中の山だと思うけど、下から登ると険しいんですね。ずっと登りですよね。意外と険しいですよね。で、岩が結構そのゴロゴロとしてるじゃないですか。で、頂上にも結構大きな岩があるし、岩の山っていう感じ、岩の山っていう感じですよね。標高は高々500メ
メーターちょっとなんですけれど、でもあれだけそのゴツゴツした岩っていうのは、あれだけ見てるとやはり昔の人っていうのは、それこそ先ほどの天狗じゃないですけれども、そういう何かちょっと別世界がそこにあるなっていう気がしますね。考えていたんですよ。備前はあのいろいろ神社とかもあって、こう歩いてみるといいと思うんですけども、はい、あの鬼の神社もありますよね。ああ、ありますね。はい、ね、そういうのもあったりするんで、あとあの未線登るときに岩の間通っていきますよね。はいはいはい、大きな岩が上にかぶさってて、そのね、行きますよね。写真スポットですよね。あれ落ちないんですか？それ清水さんに聞いて分かるのかな。でもまあ自然というのは不思議だなと思いますが、皆さんも宮島来たらぜひ未線の登山も楽しんでいただきたいと思います。はい、ジュディ&マリー。